私のチャンネルへようこそ JBN1ビュー。 郡川清ファン、これからどうすれば、ショックだけど待っています。今月21日に来年以降の無期限休養を発表した歌手郡川清44が27日全国ツアー郡川清コンサートツアー2022から歩き続ける歌の道からの初日公演を東京 JCOM ホール八王子で行った。ファンも本人の肉声を聞きたいと会場に駆けつけた。横浜から来た80代の女性は22年間応援してきた。これからどうすればいいの？歌ってほしい。あんなに歌の上手い人はいない。と悲痛な叫び。CD を聴いてもやっぱりステージで見たい。ファンになって友達もできてみんなで旅行にも行った。年寄りの楽しみを奪われたくありません、と語った。千葉から来た60代の女性は、ショックだけど待っています。清くんのやりたいことイコール、私たちが見たいことだから。演歌でもポップスでも清くんが大好き。神奈川から来た70代の女性は、本人の口から聞きたいと思ってきました。歌は好きな人なので、きっと歌いたいと思うようになると思う。でも、今は、ゆっくりお休みしてください、と思いやった。無期限活動休止発表で引退説が浮上した郡川清、孤独を感じてい。歌手の郡川清が、今年12月31日をもって、無期限の歌手活動休止に入ることが21日、所属事務所のホームページ HP で発表された。ついに私生活を暴かれ始めた紅白で注目の実力派歌手 ?HP ではこの度、郡川清派2022年12月31日をもちまして一旦歌手活動をお休みさせていただくことをご報告申し上げます。これまで郡川清を22年間応援してくださったファンの皆様、ご支援くださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます。と報告。活動休止期間は未定。決断に至った理由を22年間歌い続け、走り続けてまいりました。ここで一旦お休みをいただき、自分を見つめ直し、リフレッシュする時間を作りたいという本人の意向を尊重し、このような決断に至りました、と説明した。郡川は日本コロンビアから2000年2月にシングル、箱根八里の半次郎。でデビュー。その人気や知名度から長年演歌界の貴公子と呼ばれていた。NHK 紅白歌合戦には同年から昨年まで22回連続出場し、06年には一軒で日本レコード大賞を受賞。近年はアニメからポップスまでカバーする成長を遂げていたのだが、日常を綴ったインスタグラムを解説したり音楽番組ではド派手な衣装でロック調の楽曲限界突破×サバイバーを披露し話題を呼ぶなど脱演歌を前面に押し出しているが、もはや事務所のコントロールが効かなくなってしまった。その原因は誰も郡川の心に寄り添えるスタッフがおらず、孤独を感じるようになってしまったから、音楽業界関係者、昨年2月には15年間飼い続けていた愛犬ココアが亡くなり、そのことを作詞して歌った楽曲、君と僕を新曲、群青の弦、2月1日発売のボーナストラックとして収録。おそらく年内にあと1、2曲は発売することになりそうだが、すでに引退説も浮上しているというのだ。実家福岡に住む両親と一緒に暮らしたいようでもう十分な貯金もあるし引退して余生を過ごすことになるのでは芸能記者。郡川はさらなる決断を秘めているかもしれない。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。